キース・ムーン、本名、キース・ジョン・ムーン、1946年8月23日から1978年9月7日は、イギリスのミュージシャン、ドラマー、俳優、ザ・フーのドラマーとして、最も有名である。2016年のローリング・ストーン誌の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて、第1位のジョン・ボーナムに次ぐ、第2位。2013年のギブソン社の選ぶ、史上最高のロックドラマ10人において、第3位。マイジェネレーション、恋のピンチヒッター、恋のマジックアイ、シー・ミー・フィール・ミー、サマータイム・ブルース、ピンボールの魔術師、ロング・リブ・ロックなど、ザ・フーの代表曲でドラムスを担当した。いくつかの文献で、プロフィールが1947年生まれ、31歳没となっているものがあるが、これはムーンが生前に年齢を一切偽っていたことに起因する。ロンドン北西部、パークロイヤルのセントラルミドルセックス公立病院で生まれ、ウェンブリーで育つ。幼少の頃から音楽好きで、3歳の頃にはすでにナット・キング・コールのレコードに超入っていたという。1955年、映画、暴力教室の主題歌、ロック・アラウンド・ザ・クロックを聴いたことにより、ロックンロールに目覚める。12歳の頃より地元の鼓笛隊でラッパやトランペットを吹き始めるが全く上達しなかった。やがてドラムに転向し16歳の頃に本格的なドラムキットを購入。地元の学校仲間とバンドを組んでプレイしていたがやがてセミプロのバンドに加入し本格的に音楽活動を行うようになった。当時イギリスの労働者階級の指定は中学卒業後すぐに就職するケースが圧倒的に多かった。キースも15歳で学校を卒業し、1964年にザ・フーに加入するまでの間に印刷工や電気工見習いなど23回も職を変えた。1963年4月、ビーチコーマーズというセミプロバンドに加入。同年10月にはシングルを発表しているが、このバンドは本格的にプロを目指そうとはしていなかった。このバンドに在籍していた頃からムーンはザ・リターズ、後のザ・フーのことは耳にしていた。1964年、ザ・フーが新ドラマーを探しているという噂を聞きつけ、4月の終わりにザ・フーのギグに訪れた。当時のザ・フーは前任のドラマー、ダグ・サンダムが脱退し、キューバしのぎで別のドラマーを雇っていたが、ギグの途中で、ムーンの友人が、俺の連れの、ほううまいとムーンをステージに上げた。その場で、オーディドリーの、ロードランナーを演奏したが、ムーンは、そのパワフルな演奏でドラムを壊してしまい、メンバーの度肝を抜いた。ジョン・エントー・イッスルは、キースの演奏を見た瞬間、こいつに決まりだ。と思ったと当時を振り返っている。ピート・タウンゼントもまた、キースを見出した時がまさに、俺たちのターニングポイントだったと認めている。だがムーンは、すぐにはビーチコーマーズを脱退しなかった。メンバーから直接加入を打診されたわけではなく、さらに当時のザ・フーには契約の話が進んでいた、フィリップスレコードから賞された、ブライアン・レッドマンという別のドラマーがいたことが要因だった。だがムーンとレッドマンのプレーを再度比較した結果、レッドマンはメンバーから不適任と判断され、ムーンは、晴れて、ザ・フーのメンバーとなった。1965年、ザ・フー名義でのファーストシングル、I Can't Explain が、全英8位という好調なスタートを切るが、バンド内では、ドラッグの使用をめぐり、ロジャー・ダルトリーと、他の3人の間に、深刻な対立が起こっていた。緊張の糸は9月のヨーロッパツアー中についに切れた。ダルトリーは、ドラッグでハイになったムーンに激怒し、彼の錠剤をすべてトイレに流してしまった。ムーンはタンバリンを武器に、ダルトリーに襲いかかるが、ダルトリーに殴り返され気絶してしまう。タウンゼント、エントー・イッスル、ムーンの3人は全員一致でダルトリーの解雇を決断するが、ダルトリーの謝罪とマネージャーのキッド・ランバートの説得により、なんとか元の鞘に収まった。65年には、マイジェネレーションでもドラムをプレイした。同曲はパンクのルーツの一曲として記録されている。だが、バンドの内紛はこれで収まったわけではなかった。1966年になると、今度はムーンが脱退を考えるようになる。2月、彼はちょうど前任のドラマーが脱退したばかりのアニマルズへの加入をメロンでいた。同年5月、ジェフ・ベックに招かれ、セッションに参加。他のメンバーは、ジミー・ペイジ、ギター、ジョン・ポール・ジョーンズ、ベース、ニッキー・ホプキンス、ピアノ。ムーンはこのバンドを、レッド・ツェッペリンと命名。このセッションで、ベックス・ボレロを録音した。これが、ムーンにとって、プロデビュー後初のザ・フー以外での仕事となったが、タウンゼントはこのセッションについて、あれは、政治的な動きだった。キースは、こうすることで俺たちに、ザ・フーに戻ってほしいと言わせようとしてたのさと語っている。なお、ベックス・ボレロは、ベックのファーストソロシングル、ハイ・フォー・シルバー・ライニンの B 面として発表され、後に、ベックのファーストソロアルバム、トゥルースに収録された。このセッションから間もない66年5月20日、ライブに遅刻してきたエントを逸するとムーンの代わりに、ダルトリーとタウンゼントが別のベーシストとドラマーを入れて、勝手にライブを始めてたことに二人が激怒。大喧嘩の末に足を3針縫う怪我を負ったムーンは、その場にいた記者たちに、エントを逸するとともに、ザ・フー脱退を宣言した。宣言通り、ムーンは1週間ほどライブをボイコットしたが、25日までには仲直りし、ムーンは脱退を取り下げた。またこの年の3月、17歳のキム・ケリガンと結婚、7月には娘のアマンダ・ジェーンが生まれている。この時期、恋のピンチヒッター、マジック・アイ、ボリス・ザ・スパイダーなどの代表曲に演奏で参加した。ザ・フーはモンタレーやウッドストックなどのロックフェスティバルに積極的に参加し、世界のロックファンに知られるようになった。キースの豪快なドラミングは、見る者に強烈な印象を与えた。1970年1月、あるパーティーの帰りに、若者の集団に囲まれ、ムーの乗る車が襲撃を受ける。彼の運転手だった、コーネリアス・ボランドが道を開けさせようと車から降りたところを、ムーが誤って車を発進させ、ボランドを引いて死なせてしまう。ムーンは謹慎のみとなるが、2月に裁判所で、ボランドの死は事故と断定され、無罪となった。なお、当時ムーンは飲酒した上に無免許であったが、これについても、情状酌量により刑罰は与えられなかった。だがこの事件はムーンに暗い影を落とし、以後彼の行動はさらに厄介なものになっていった。70年のザ・フーのサマータイムブルースでもキースは、秀逸なドラミングを披露し、彼らの代表曲となった。同曲は、エディ・コクランの曲をカバーしたものである。1971年、フランク・ザッパの映画、200モーテルズに出演。後に、本格的に俳優としても活動するようになる、ダルトリーよりも先に、ムーンは、俳優デビューを果たした。翌1972年には、ザ・フーのロックオペラアルバム、トミーの舞台公演で、トミーの叔父で、変態のアーニーを演じる。1975年にも映画版、トミーで同じく、アーニーを演じた。1973年、妻のキムが娘を連れて、家を出て行った後、ムーンはさらに自暴自棄になっていく。同年11月のロサンゼルスのコンサートで、本番前に酒に、動物用の鎮静剤を混ぜて飲み、本番中に倒れてしまう。この時のライブは、観客からドラムが叩けるものを募って、ステージに上げ、結局最後までプレイさせた。同年12月にはホテルを破壊し、タウンゼントやエントを逸するを含めたバンド関係者16人と、共に、牢屋に入れられた、ダルトリーはこの事件には関わっていない。1974年3月、イギリスを離れ、ロサンゼルス郊外のマリブに移住。ジョン・レノンや、ハリー・ニルソンと毎日のように飲み歩くようになる。同年に発表されたレノンがプロデュースしたニルソンのプシーキャッツにドラマーとして参加している。この二人に影響され、ザ・フーの中で唯一ソロ作品を発表していなかったムーンもにソロアルバムの制作を決める。1975年3月にリリースされたムーン唯一のソロアルバム「Two Sides of the Moon」は、自らがボーカルを取り、さらにリンゴスターやジョー・ウォルシュ等豪華ゲストも参加した。制作費には20万ドルも費やされたものの、アルバムはチャートインを果たせず、制作費を回収するには至らなかった。ムーンはこれに懲りずに、同年9月、周囲の反対を押し切って2枚目のソロアルバムのためのレコーディングセッションを行う。アルバムはついに完成しなかったが、この時に録音された楽曲は、後に2サイズ・オブ・ザ・ムーンが CD 化される際に、ボーナストラックとして収録された。1976年1月、アルコールの禁断症状を起こし一時意識不明に陥る。同年8月には、マイアミで致死量に至るほどの飲酒をし、8日間の入院を余儀なくされている。その際に、医師から飲酒を控えなければ3ヶ月以内に死ぬだろうと警告された。10月、スウェーデン人モデルのアネット・ウォルター=ダックスと再婚するが、ムーンの生活が改まることはなく、健康状態は悪化の一途をたどり、ザ・フーはライブ活動から遠ざかっていった。1978年、ザ・フー3年ぶりのオリジナルアルバム、Who Are You がリリースされる。この頃になるとムーンはもはや6、8拍子を叩くことができなくなっていたという。結果的にこれが、ムーンが参加した最後のザ・フーのオリジナルアルバムとなった。同年5月には映画キッズ・アー・オール・ライト用のシークレットライブが行われた。ムーンの体調は優れなかったが、この時の演奏はうまくいき、非常に盛り上がるライブとなった。このライブがムーン最後のステージとなった。同年9月1日、映画キッズ・アー・オール・ライトの無音部分に音を重ねるためのレコーディングを行うが、この時にはムーンは3時間も経つとスティックを握るのがやっとの状態になったという。9月7日、ポール・マッカートニー主催のパーティーに出席した翌朝、アネットが作った朝食をとり、32錠ものヘビネブリン、アルコール、依存症の離脱症状を抑える薬物を飲んだ後、昼寝についた。午後3時頃、アネットがムーンの様子を覗きに行くと、ムーンのうるさいいびきから逃れるために別部屋にいたムーンがうつ伏せのまま動かなくなっているのを見つけた。すぐさま病院に担ぎ込まれたが死亡が確認された。32歳だった。検視の結果、警察はムーンの死因が飲み込んだ32錠のうち6錠が消化されたことによるオーバードーズであると発表した。遺体は11日にロンドンのゴルダーズグリーン火葬場にて荼毘に付され、13日に行われた葬儀では、ザ・フーのメンバーの他に、前妻のキムと娘、さらにエリック・クラプトンや、ビル・ワイマン、チャーリー・ワッツらが訪れた。ムーンの死の翌日、タウンゼントは、俺たちは、ロック界きっての天性のドラマーを失った。俺たちは彼を愛していたが、彼は行ってしまった。だが、俺たちは、かつてないほど、活動続行へ燃えている。キースが、バンドに注いでくれた精神を持ち続けてこうと思ってる。たとえ彼の代わりになる人間などいないと分かっていても、という声明文を表し、ザ・フーの活動継続を宣言した。翌1979年、元フェイセズのケニー・ジョーンズを加入させ、本格的に活動を再開するが、やはりムーンを失った影響は大きく、1982年12月をもって、ザ・フーは一旦解散する。3年後のライブエイドで復活。ムーンの非常に個性的なプレイスタイルは、同時代及び後進の数多のドラマーに多大な影響を与えた。それまでドラマーの主な役割がリズムキープに終始していたのに対し、ムーンのプレイはある意味でリードボーカルよりも先行したリード楽器として、タウンゼントのパワーコードと重なり合い、見事に引き立ち合っていた。タウンゼントもまた、ベースやドラムがリード楽器となり、ギターがリズム楽器と本来の役割が逆転していたのが、ザ・フーのユニークさだったと認めている。そのラウドなドラムは、マイクなしでも十分なほどであり、遠投一するは、キースの音がやたらでかいから、俺もピートもマーシャルを積み上げなきゃならなかったと語っている。ステージでは、並々ならぬ技量とともにショーマンシップを発揮。スティックを回したり空中に放り投げてはキャッチという芸も披露。ギターを破壊するタウンゼントに影響される形で、ムーンもまたステージでドラムを破壊した。まさにドラム革命とも呼べるドラマーの新たな役割を示した。ムーンのプレイの大きな特徴として、ハイハットをほとんど使用しないことが挙げられるが、エントーイスする曰く、キースはハイハットが使えなかったのだという。リズムキープには大体クラッシュシンバルもしくはライドシンバルを使い、ハイハットはただ置いてあるだけということも多かった。また、ムーンのドラムスは、スネア、タブ、バスドラムそれぞれの音量がほとんど同じという特徴がある。エントーイスするは、すべて同じようにチューニングしてあるから、キースのドラムはどれも同じ音に聞こえるんだと語っている。ムーンのリードドラムと共に、リードベースを担当してきたエントーイスするは、ムーンのドラムについて、キースはタイムキープができなかった。調子が悪いと遅くなり、調子がいいと早くなる。タイムキーパーは俺の役目だった。キースはどんなにバカをやっても俺がついてくることが分かってたから好き放題やってたと語っている。またムーンを一番よく表している曲として、G、OX、ファーストアルバム、マイ・ジェネレーション収録を挙げている。ムーンは歌唱力に問題があったとされ、ほとんどの場合ボーカルトリには参加させてもらえなかった。ムーンは他のメンバーがスタジオで歌ってると、皆が俺にうせろって言うんだと1972年のインタビューで告白している。無論それでおとなしく引き下がるムーンではなく、ハッピージャックのレコーディング時にはこっそりマイク前に忍び込んで無理やり歌おうとした。この曲の終盤部で、タウンゼントが、愛そうや、見つけたぞ。と叫んでいるのはそのためである。また、他のメンバーが歌っている前で蜂の格好をし、メンバーを表せるいたずらをしたこともあるという。一方で、自作曲の I Need You、セカンドアルバム、A Quick One収録や、デビュー当時からザ・フーのレパートリーだった、バーバラ・アントーでリードを取ることもあった。作曲に関わることは、あまりなかった。ザ・フーの楽曲で、ムーの名前がクレジットされている曲は、上記のジオックス、タウンゼント、エントーイする、ニッキー・ホプキンスとの共作や、I Need You のほか、クモの巣と、謎、In the City、シングル、I'm a Boy、B 面曲、エントーイするとの共作、ガールズ・アイズ、A Quick One 1995年、リー終盤に収録、ドックス、パート2、シングル、ピンボールの魔術師 B 面曲、トミーのホリデーキャンプ、アルバム、トミー収録、ワスプマン、シングル、やつ等に伝えろ。B 面曲の8曲で、ダルトリーの4曲に次いで少ない。このうち、トミーのホリデーキャンプは、実質的には、タウンゼントの作曲であるが、ムーンのアイデアが、曲のインスピレーションになったため、タウンゼントの計らいで、ムーンの名がクレジされたものである。ムーンの初めての課外活動は、上記の通り1966年のレッド・ツェッペリンセッションだった。この時5人中4人がかなりの手応えをつかみ、パーマネントなバンドとしての活動を希望したジョン・ポール・ジョーンズが乗り気でなかったことと、良いシンガーが見つからなかったことを理由に、その計画は頓挫する。だがその後も、ジェフ・ベックはムーンの引き抜きを考え、自身のファーストソロアルバム、トゥルースの録音にムーンを招聘したが、ザ・フーの活動が多忙になりお流れになった。その他にも、ビートルズの愛こそはすべてにコーラスで参加したり、プラスティック・オノ・バンドの公演、1969年に客演したりと、ザ・フー以外での活動も精力的にこなした。ドラムプレイ同様、性格的にも非常に個性の強い人物だった。子供の頃からやんちゃな性格で、よく授業中に悪ふざけをしては教師たちから怒りを買っていた。また、戦後のブリティッシュユーモアを確立したと言われる BBC ラジオのお笑い番組ザ・グーンショーにもロックと同様に強い影響を受けている。だが、タウンゼントによれば、キースはすごく難しいタイプだったらしく、彼を懐柔するために、ムーの好きなビーチボーイズの音楽性を取り入れたと語っている。ザ・フーの最初のプロダクションマネージャーを務めたマイク・ショーは、デビュー当時のムーンについて、内気な男だったと振り返っている。また、デビュー当時は、メンバーの中で、最も女性ファンからの人気が高かった。だが20代のうちに容姿がかなり老け込んでしまったため、バンドのセックスシンボルは、ダルトリーにとって変わられこととなった。他のメンバーに対する愛着が深く、1972年のインタビューでは、他のメンバーとは、もっとしょっちゅう会いたい。俺は、一生ずっとみんなと一緒にやっていけると思ってる。他に一緒にやりたいやつなんていないしという発言を残している。長期のオフなどで他のメンバーに会えない時期が続くと、孤独感からかムーンはタウンゼントの家に明け方にお休みの挨拶とまなっていることを伝えるためによく電話をかけてきたという。ある時、通話中にムーンが寝てしまい、タウンゼントは話が終わったと思って受話器を置いたが実は元の位置に置かれておらず、数時間後にタウンゼントの妻が電話をかけようとしたらムーンのいびきが聞こえてきたというエピソードもある。その強烈なキャラクターで俳優としても活躍した。ムーンは1974年のインタビューで自分が役者じゃなかったことなんてないと思う。ドラムを叩いてる時だって演じてるんだよ。俺は俳優じゃないが演奏にだって演技の要素があって、ただ少し手法が違うだけなんだ。俺が演じてない時なんてほとんどないよ。寝てる時以外はねと語っている。ムーンは、その生涯を通じて、壊し屋としての名声を欲しいままにした。キースは、ドラムを100セット壊すことが目標とも豪語していた。ピートも、ギターや、アンプも壊したりしたので、機材の弁償額が、たびたびバンドのギャラを上回った。キースは、ホテルの窓や、友人の家、天草へ自分の家でさえも、高窓から家具を投げ捨て配管に爆竹を仕掛け、廃墟にしてしまった。特に有名なのが1967年、テレビ番組、スマザーズ・ブラザーズショーでの出来事で、ムーンは自分のバスドラムに安全基準を超える先行庫を仕込み、曲の最後に爆発させたが、この爆発でタウンゼントの耳が一時聞こえなくなり、ダルトリーも鼓膜が破れるほどの怪我を負う。さらに出番待ちをしていたベティ・デイビスが気絶し、ムーン自身も脳震盪を起こし、腕に切り傷を負った。同じ67年には、キースの誕生パーティーで消火器を撒き散らす、ピアノを破壊するなどの騒乱状態と、いなり、バンドは$24,000、当時のレートで$860万を弁償せざるを得なくなった。また、すべてのホリデー委員から出入り禁止の処分を受けてしまう。ザ・フーの活動開始からキースが死去するまでの14年間で、彼の破壊行動による被害額は、約$50万とも言われている。この他にも、爆竹でトイレを破壊する、退屈しのぎに、自宅の窓をショットガンで吹き飛ばす、等々、彼の度の過ぎたいたずらは、枚挙に暇がない。ホテルに泊まれば必ず部屋を破壊するため、すべてのホテルチェーンから出入り禁止を食らっていると自ら語っている。その後も、世界のホテルで破壊行動を起こし、破壊王という、ありがたくないニックネームも付けられてしまった。ムーン自身が開いたパーティーでもそうでないパーティーでも、彼が参加した必ずパーティーはむちゃくちゃに破壊され、そして本人は必ず全裸になった。ミック・ジャガーがとあるパーティーに招待されて会場へと入ったところ、ムーンの姿を見かけた瞬間逃げ帰ったという逸話もある。あまりにも彼の振る舞いがひどく、入れるパブがなくなったので自ら出資して、パブを作ったこともある。ニーツ・マーネットと共にカリフォルニアに来てからもムーンの悪行はやまず、隣人のスティーブ・マックイーンの邸宅にバイクで突っ込んだり、彼の息子にマリファナを勧め、拒否されると掴み合いの喧嘩を始めるというありさまだった。また女装癖もあり、多数の女装写真が残されている。ボンデージを着用して、SM 上から鞭で叩かれながら、インタビューを受けたこともある。この様子は映画キッズ・アー・オール・ライトにも収録されている。死の直前の1978年7月にも飛行機内で操縦室に乱入し操縦台でドラミングの真似をして飛行機から降ろされた。人は彼をムーン・ザ・ルーン、ルーンはクレイジーの意味と呼んだ。数々の蛮行にインタビュアーからドラマーとしての評判に傷がついたりしないかと質問されたが、それに対しムーンは、俺は偉大なドラマーになろうなんて思わない。ザ・フーでドラムスができれば、それでいいんだと答えた。ムーンはデビューする頃にはすでにアルコールとドラッグに使っていた。ザ・フーのメンバー誰もがドラッグに手を出していたが、ダルトリーを除くムーンは特にひどく幾度となくコンサートを中断せざるを得ないほどにまで症状が悪化した。二人目の妻、アネットとの生活が始まっても変わらず、晩年になると特殊部隊が小さな宇宙人を使って俺を監視しているという幻覚を見るまでになる。彼の健康状態の悪化により、1976年後半から1978年のムーンの死まで、ザ・フーはコンサートツアーを行えなかった。レコーディング中、ミスを連発するムーンにこらえかねて、タウンゼントが真面目にやらないならやめろと怒ると、ムーンは、俺は世界一のキース・ムーンスタイルのドラマーだ。と怒り返してきたという。晩年のムーンは、これまでの生活習慣を改めようと、アルコール依存症の治療に乗り出していた。実際に死の直前に参加していたパーティーでもムーンは酔ってはいなかった。だが皮肉にも治療薬として処方されていたヘミネブリンの過剰服用が結果的にムーンを死に至らしめることとなってしまった。なお、ムーンが最後を迎えたフラットは1974年にママス&パパスのキャス・エリオットが死亡した場所でもあった。ダルトリーはキースを救ってあげられなかったことを非常に後悔していると後に語っている。リンゴ・スターは尊敬するドラマーであるとともに親友である。スターと初めて会ったのは1965年、バーでビートルズのメンバーが飲んでいるところにムーンが現れ、本人の目の前で俺をビートルズに入れてくれと言ったのをきっかけに仲良くなったという。ムーンは最も影響を受けたドラマーに DJ フォンタナやシャドウズのトニー・ミーハンの名前とともスターの名を挙げている。また1972年のインタビューではアージェントのボブ・ヘンリットの名も挙げている。また、ムーンは晩年にリンゴの息子であるザック・スターキーにドラムを教えており、現在ザ・フーのドラムはそのザックが叩いている。ムーンとジョン・ボーナムは大親友かつ飲み仲間であったと同時に、ホテル破壊でも有名だった。1977年6月のレッド・ツェッペリンのロサンゼルスでのライブに飛び入り参加し、ドラムソロを披露するボーナムの横でティンパニを叩きまくった。この時の模様は複数の海賊版に収録されている。バンド名、レッド・ツェッペリンの由来は、1966年のジェフ・ベック、ジミー・ペイジらとのセッションで、もしも俺たちが今いるバンドをやめたら、きっと向こうは鉛の風船みたいに急降下だろうぜ。いや、鉛の飛行船、リードゼッペリンかなと発言したことによる。また稀有なことに、ムーン、ボーナムともに32歳で死去している。ムーンが生前唯一残したソロアルバム。敬愛するビーチボーイズやビートルズのスタンダードナンバーのほか、ザ・フーのキッズ・アー・オール・ライトのカバーを含む。さらに、ジョン・レノンやハリー・ニルソンからも楽曲提供を受けている。1995年には実現しなかった2枚目のソロアルバムのための未発表曲を追加収録して再発売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。